ニザミア天文台はハイデラバードで1901年に創設された天文台である。ニザミア天文台は15インチ屈折望遠鏡と8インチアストログラフを有し写真展図製表計画の観測を実施したことで知られる。1960年代には新たな観測拠点として48インチ反射望遠鏡を備えたジャパル・ランガプール天文台も建設された。 ニザミア天文台を創設したのは、英国で教育を受けたハイダラーバード繁王国の貴族でアマチュア天文家でもあったナワブザファールジャングである。英国から合計15インチの屈折望遠鏡を入手したザファールジャングは、1901年、ハイダラーバード繁王マフブーブ、アリーハーンに天文台の設立と、ニサームにあやかって名称をニザミア天文台とすること。 そして、自分の死後は、天文台をハンオフのものとすることを願い出た。ニザームはすぐに、これを許可し、合計8インチのアストログラフといくつかの機材を、加えて、ザファールジャングの所有地であった、ハイデラバードのフィサルバンダに、天文台が設置された。ザファールジャングは、マドラス天文台、古代カナル天文台の大長を務めた、チャールズ・ミッキー・スミスを招き、望遠鏡を整えた。 1907年、ザ・ファール・ジャングが亡くなると、ニザームは、天文台を反王不財務省の所掌とするファルマーンを、発し、アーサー・チャットウッドが、大長に就任した。最初に天文台が置かれたフィサルバンダは、天文観測には適さないと考えられており、チャットウッドはいくつか候補地を調査し、ハイデラバード郊外ベグンペットの高台を選択。1908年に、 望遠鏡と機材はそちらへ移設された。当初は敷地にあった2階建て管理住宅を使用していたが、すぐに増設が認可され、アストログラフ棟、研究室、宿舎の建設が始まった。1909年にはアストログラフ棟が完成、1912年には15インチ屈折望遠鏡棟の建設も始まり、1914年に建屋は完成したが、 機材の不具合や資金不足によりすぐにこれらを使った観測は始められなかった。最初に始まった観測は合計7 5ト、mm、ルのクック経緯義によるもので1913年に始まった。写真点図製表、ニザミア天文台の最も重要な業績は写真点図製表計画に参加したことである。この計画は 全天の詳細な写真製図を作ることが目的で、世界中の18の天文台が石碑体を分担することで全天をくまなく撮影することになっていた。当初地理のサンティアゴ天文台が担当していた赤碑マイナス17度からマイナス23度の範囲の観測がはかどらず、計画の中核を担う天文学者らがチャットウッドにニザミア天文台で代わりに観測することを持ちかけた。 1908年の国際会議でサンティアゴ天文台の担当領域を再配分することが決まり、同年ニザミア天文台はこれを引き受けた。翌年には観測に使用するアストログラフの設置が終了したが望遠鏡に不具合があったため、すぐには観測が始められなかった。チャットウッドは2期6年の任期を終えると、公認には写真天図、 計画にも関わっていたオックスフォード大学のハーバートターナーの弟子、ロバート・ポーコックが指名され、ポーコックの指導で、ニザミアー天文台は写真展図製表の作成に邁進する。1913年にはアストログラフの修理が必要な機材を英国へ送り、1914年に修理の済んだ機材が戻ると、その年の12月に観測を開始した。 第一次世界大戦や事故による交代がありながらも、1917年には、製氷の第一巻を観光。ポーコックは1918年に亡くなるが、ターナーの後押しもあり、ニザミア天文台は、計画を続行した。ハイガラーバードハン王、ウスマーン・アリーハーンによって、1918年にオスマニア大学が開学すると、1919年にニザミア天文台は、 大学の所管へと移行した。ポーコックの死後は、その助手を務めていたバスカランが業務を代行し、1922年には、非欧州出身者として、初めて大庁に就任した。ニザミア天文台では、構成の位置観測から時刻の補正をしたり、日の出日の入り時刻の提供などを行っていたが、この頃から、半王国全体の正確な時刻や暦の保守を、 受け負うようになっていった。資金不足で中断していた15インチ屈折望遠鏡の設置作業は1921年に再開した。課題が完成し、1922年には古代化なる天問題に対応していたレンズも戻って、1924年から定常的に観測を行うようになり、変更星の速攻観測や月による遠平の観測で実績を上げた。 ザファールジャングが残した機材には、気象観測機器も多く含まれ、さらに追加の観測機器も導入されて、ニザミア天文台気温、湿度、風速、降水量などを測定する気象観測拠点となった。1923年には、ミルン水平新史地震計が導入され、地震観測も始まった。降水量については、半王国全体のデータを収集し、統計を作成して、 半オフに提供することも行っていた。ニザミア天文台における気象観測は1950年代まで、地震観測は1970年まで続けられた。1928年にはニザミア天文台が分担する赤い -17 度から -23 度帯の写真点図製表が完成したが、ターナーの提案により途中脱落したポツダム天文台の分担のうち、 積井プラス39度からプラス36度帯の再観測をニザミア天文台で行うことになった。結局、写真点図製表の作業は1946年まで続けられ、ニザミア天文台が撮影した写真看板で計測が行われた構成の数は763,542に上る。1932年にはブリンクコンパレータを導入し、 以前に撮った写真の再計測も行われ、固有運動が大きい構成を多数発見することになった。1939年にはヘールのスペクトロヘリオスコープが導入された。これを用いた太陽観測は1945年から本格的に始められ、国際地球観測年における国際的な太陽観測計画にも参加した。 アスカランは1944年まで大長を務め、その後はアクバル・アリーが継いだ。アリーは亡くなる1960年まで大長を務めた。ジャパル・ランガプール天文台1950年代、写真看板の入手が容易でなくなったことで、アストログラフの使用頻度は大きく低下し、15インチ屈折望遠鏡も遠平観測に使われる程度になっていた。グンペットでも、 公害の影響が強まったこともあり、より夜空の暗い場所に現代的な観測施設を設置する計画が持ち上がった。1956年、インド政府の大学女性委員会は、米国政府からの資金援助もあり、オスマニア大学に新望遠鏡建設の資金提供を認可した。翌年には、米ピッツバーグの JW フェッカー社に48インチ反射望遠鏡が発注された。 新望遠鏡は当初、オスマニア大学キャンパス内に設置される見通しだったが、より都市港の影響が弱い場所が望ましいということで、ハイデラワード市から 50km 圏内のいくつもの地点で立地調査が行われ、最終的には、ハイデラワードから南南東におよそ 45km、ランガプール村の近くにある丘の上が選ばれた。 新望遠鏡計画を推進したアクバルアリーは1960年に亡くなり、アニルクマールダスが公認となるが、1年経たないうちに休止。その後は、クリシュナ・アビアンカールが代理を務め、1963年にラマチャンドラ・カランディカールが大長に就任してから、新天問台の建設が本格化した。新望遠鏡については、最初、 ワーナー数 AG 天文台のジェイソー・ナッソーが古文天文学者となり、ナッソーの死後はアリゾナ大学のアデン・マイネルがその任に当たった。48インチ望遠鏡施設の建設は、右翼曲折を経て1968年にファーストライトを迎え、さらにいくつかの調整を経て、1971年から通常観測が行われた。計画開始からは15年の年月を要した。 新しい天文台は、所在地を管轄する、ランガプール村とジャパル村の名前をとって、ジャパル・ランガプール天文台となった。ジャパル・ランガプール天文台は、1 9 8 2年2月16日の日食の際に、海気体に含まれていたため、ベグンペットのアストログラフはこちらへ移設され、観測に使用された。また、10フィート電波望遠鏡も導入され、 10ギガヘルツ体の観測で日食中の太陽電波強度変化の測定が行われた。また、天文台は回帰日食の観測、実験に訪れた国内外の科学者の受け入れ場所にもなった。天文学応用研究センターオスマニア大学の所管となったニザミア天文台は1935年から大学での天文学の講義を受け持つようになった。当初は 文科系の学部学生向けの講義だったが、その後理科系の学部学生向け、大学院を目指す学生向けの講義が追加されていった。オスマニア大学では、1958年に大学女性委員会の認可を受けて、天文学科を開設、1961年には天文学の修士課程も整備された。そして1964年、大学女性委員会は、 天文学科、ニザミア天文台、ジャパル・ランガプール天文台を束ねて、天文学応用研究センターの設立を承認した。ザ・ファール・ジャングが入手し、天文台設立の契機となった望遠鏡は、グラフ小解成の合計15インチ屈折望遠鏡で、当時のインドでは最大級の望遠鏡であった。写真点図製氷の観測に活躍したアストログラフは、物レンズが、 フックの8インチで、焦点距離は3.4メートルであった。当初は、合計4インチのファインダーがついていたが、ネザミア天文台へ設置される際に、グラップ紹介の10インチガイド望遠鏡へ、換装された。アストログラフは、直径7.6メートルのドームに収められていた。ジャパル・ランガプール天文台の主力望遠鏡は、合計48インチのカセグレン式反射望遠鏡で、 主教の焦点距離は16.4メートル。火星グレン焦点以外に空で焦点も備えており、そちらの焦点距離は36.6メートルである。観測装置としては、マイネル式の分光器、二色同時光電速光器、光子係数器が用意されていた。その他、太陽活動の観測に使う10フィートのパラボラアンテナ、流星群の際の磁気圏観測に使う。 ヤギアンテナなどを所持している。ニザミア天文台は観測に適さない環境となり、望遠鏡も移設されてなくなり、物置同然の状態となっている。施設の所有はオスマニア大学だが、経済社会研究センターの敷地内にある。大学もセスも維持には積極的ではない。天文学の普及拠点とする構想もあるようだが、施設を整備するのは容易ではないと見られる。 ジャパル・ランガプール天文台は計画当初の予想に反し、数十年のうちに周辺の都市化による公害の問題に直面するようになった。48インチ望遠鏡も20世紀の末から本来の用途には使用されていない。オスマニア大学は施設を活用したいという希望はあるようだが、新たに望遠鏡を建設するには巨額の資金が必要で、その調達は見通せない。 そのため、敷地を活かして技術専科学校に作り変える計画も持ち上がっている。ありがとうございます。